前回ついに駅を建てて、そして電車も通らせました。駅も開通しました。では今回は、今プランがねできないのかな、プランメニューがないから選べないみたいなんですが、観光客数はどうなってるでしょうか。見てみようか。現在の観光客はこっちかな、3878人。まだまだね、これから街が開発していけばいろいろ変わっていくでしょう。あ、すまん、社長いるかい。お疲れ様です、カレーター部長。どうぞこちらの方へ。この度の株式公開に向け手続きの準備を整えましたのでご説明いたします。まず証券取引所に上場するための条件は3つあります。純資産と利益剰余金が上場するに足る金額を留保していること、それと2年以上の連続した黒字決算が必要になります。これらの現状は経緯で確認してください。純資産ですか、これも公式部長に発見する必要がありますね。株式公開では株主と流通株主を増やすために新株発行も同時に行われます。つまり株式公開することで新しい株主が増え、かなりの資金が調達できる見込みがあるということです。株式公開の手続きはこちらで進行させますので、上場の条件が整ったらお知らせください。だから株式公開選べばいいんですね。それと営業部では株式公開の中に実行できるプランを考えてまいりました。新しいプランには新幹線や空港誘致できるなど莫大な資金を必要とするものもあります。株式公開によって資金が増えればいずれ実行できるようになるでしょう。まずは結局当社のベインとエスパニョールをイメージしたオリジナルパスの開発はいかがでしょうか。スペイン風の体現するド派手なバスを走らせれば遊びに来るお客さんのテンションも上がることでしょう。久しぶりに走ったバスを作ったら五色部長に叱られそうですね。お、プランにやっときた。社長の方から私が追加されたプランをお確認ください。はい、これは株プランはこちらです。何があるかな、結構できたきたね。まずは季節ツアーかな。いつもこれを最初にやってます。他のものは後で確認しましょうね。資金の方は22億円。前回が18億円で終わったので、少しプラスになってるのかな。あとよかった。電車の売り上げもいい方なんでしょうかね。いろいろ確認しましょう。でもマイナスになってるものもあるね。やはりまだ利用者数が微妙なのかな。株式を上場するには3つの条件が必要になると分かりました。連続した黒字決算は分かりますが、純資産や利益剰余金も必要という話でしたね。これら詳しく説明してもらう五色部長を呼びしました。失礼します。純資産と利益剰余金、こちらはどちらにも賃貸退職表に書かれている項目です。ちょっと複雑な書類ですが、実際にご確認いただきましょう。レポートに賃貸退職表を用意しました。ご容赦ください。はい、こっちか。俺の賃貸貸借表、観光客数6000人だったね。これはまた難しそうな種類ですね。大丈夫よ、初めて見た人はみんなそう思うから。賃貸貸借表はバランスシートとも言われてるの。左側の純資産と右側の総資産の金額一致してるでしょ。あ、本当ですね。総資産と総資本の金額同じなんですね。総資本は簡単に言うと元手となる資金をどうやって調達したかの内訳、銀行に借りたお金なのか、株主を株式売って調達したかのとかね。それで総資産はその元手になった資金が何に変わったかの内訳ね。現金のまま持っているのか、土地や建物を購入したのか、一目で分かるってわけ。どうやってお金集めて何を持ってるかですね。ちょっと違う項目もあるけど、まずはそう覚えていいわ。右下の方に表記されているのは実産ね。資本金と利益剰余金を合わせた金額になるわ。ちなみに利益剰余金がマイナスになる場合、欠損金と表記されるわよ。なるほど、総資産の金額が上昇するのに問題なさそうですね、社長。それで五色部長、利益剰余金を増やすにはどうすればいいんでしょう。利益剰余金はこれまでの会社の利益の蓄積を表しているわ。水域計算書では最終的な利益は当期純利益だったでしょ。水域計算書は1期ごとの利益を見るものだったけど、その当期純利益は蓄積されたものが利益剰余金ってことね。だから黒字決算を続けることが大事と言ってたんですね。当期純利益を蓄積したものが利益剰余金ですね。そういうこと、利益剰余金を増やすには黒字決算を続けるしかないわ。利益剰余金は総資産と総資産の金額を一致させている差額という見方もできるわ。どういうことでしょうか。元手となった資金よりも多くの資産を持っていたら、その差額が儲けた分となるでしょ。差額の儲けが利益剰余金として総本資本に四方含まれるから、総資本と総資本は金額を一致するのよ。なるほど、元手よりも資産が増えた分が利益剰余金なんですね。他の項目も説明したいところだけど、今日これだけ覚えておいてくださいね。組織部長ご説明ありがとうございました。社長、これで上場への道が見えてきましたね。なるほど、利益剰余金は現在8億円のマイナスになってます。あ、これからなんとかなるんじゃないでしょうか。損益計算書はどうなってる。まあ24億円マイナス、時々チェックしましょうか、この損益計算書。ではしばらくの間時を進めたいと思います。おめでとうございます。年間の子会社利益10億円を達成しました。ありがとうございます。では3分ほど5分ほど放置して様子を見たいと思います。
さあ5分ほど放置してみました。あ、よかった、基礎運賃も上げておきました。なんとかなったようです。今放置してて気づいたのがバスなんですが、バスの動きをなんとなく見てたらある程度ルートが把握できまして、そのルート上に停留所を置きましょうか。バスって全然ないよね、これしかないもん。それは誰も利用しないよな、おそらく。使ってるのがどっち方向、反対に置けんのこれ。あ、できるよね。ここのルート通ってたよね。わかりづらいですが、細かくいろんなところに置いてった方が絶対いいと思う。あとどこ通ってたっけ。どうだったっけ、記憶にございませんな。まあなくてもいいでしょう、すぐそこ駅あるし。今の売上とかの様子を見ていきましょう。46億円資金はあるみたいです。レポートの損益計算書、あ、損失が1億円まで減ってる。すごいね、すごいすごい、黒字になるじゃんこれ。年間観光客数は20万人です。20万人分の3万人。ただいます、町の人口2万人超えますな。早いね。でプランはもう今またできるんだっけ。いろいろ話あったけど貿易港だって。へー、前出しとかできるんだわ。これはまだできないね。もうちょっと運賃値上げできるのかな、やってみようか。そしてこれで時を進みましょう。よう松島、今日はいい話持ってきたぞ。狩沢部長、なんか新しいプラン思いつきましたか。まあそのところだ、社長と一緒に聞いてくれ。社長、この地域は養殖による漁業が盛んで、お今の水産物は結構人気があります。隣町まで営業して調べてきましたが、需要は高く売り先には困らないでしょう。そこでうちの鉄道で水産物の商品として運搬することを提案いたします。水産物は海辺にある漁港で仕入れることができ、これを隣町へ運ぶことで利益が期待できます。売り先についてもご心配なく、私が営業して売却相手を探してください。お、売買相手だって。なにそれ、これだ。資源の売買先は、購入先はこちらで選べます。利益の依存な売買所案件が見つかりました。社長の方で契約してください。それぞれの売買案件には取引する数量と期限が決められています。もしも期限まで指定された数量取引できないと、違約金を支払うことになります。違約金を取引総額の 20% となりますので、くれぐれも無謀な契約を結ばないようお注意ください。売買案件の数量は期限の指定がないものもあります。数量が定められた案件では、切れないであればいくらでも取引できます。期限が定められていない案件なら、規定の数量を達すので、いつまでも取引を行います。これらの契約は違約金が発生することもないので、うまく活用してください。クリザー部長、売却先を見つけて契約した場合、実際に資源にはどうすればいいんでしょう。貨物列車でもトラックでもどちらでも買わないから、資源を積んで契約した隣町まで運ぶのは売却できるぞ。またに購入するなら、空の貨物列車やトラックで隣町まで行けば購入できるってわけさ。隣町まで線路や道路が繋がっていない場合どうすればいいでしょう。どちらも繋がっていないとなりますと契約は行えんな。それに海外と取引するなら国際貿易港が必要になる。でもこの町に国際貿易港ありませんから、海外と契約できませんよね。国際貿易港を誘致する手もあれば割にはかどうか疑問だな。社長、売買案件には水産物の他に建設用の資材を使っているアイテムもおります。隣町安口時代を購入して他の町の建設現場へ協力できれば、資材を稼げるように町の発展にも勢いが出ることでしょう。プロジェクトを目指すのであれば利益になる事業を広げておく必要があります。資材の売買もかなり良い利益を見込みますので、ぜひとも前向きなご検討ください。なるほどね、違約金か、なんか嫌だな。港があったんだよさっきプランに、それが気になる。てかここにはそもそもこの漁港の取れた水産物を貯蔵する何かあるのか、水産倉庫みたいなのない感じ。マークがないってことはないのかな。港っていくらなんだろうね、高いのかな。あ、でも今できないんだ、谷道できないね。じゃあもう少しどうしようか、時間置いてみますか。結構ね、このマップ電車通らせてるせいか重いんだよね。温泉街とかどうなってるんでしょうか。温泉街変わってんのか変わってないのか分かんない。ここで放置して温泉街がどう変わるかを見ていきましょうか。変わるかしら。
さあ、5分ほど放置してみましたがどうでしたでしょうか。温泉街も意外と住宅がいっぱい建ってくれましたね。では本日はこちらで終了したいと思います。こちら辺も開発は進んでるね。現在資金は77億円、かなりいい感じではないでしょうか。では本日はこちらで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、そして Twitter などの拡散もぜひよろしくお願いいたします。あ、また季節ツアーできる。はい、ありがとうございました。